どうしたカミュ、ひどい顔色じゃが。薄着すぎて寒いんじゃない。レーラ・ソルディコ。さっきの星のマーク何？なんかマップにあった。ねえ、もうここの時点でもうもう愉快な音楽が。船はどこかしら。あっちの海岸か。で、船に乗って北へ北へ。そんな逃げないでよ、消えた。やだな、なんかね、あんな巨大なモンスターに恐れられる人間。傍から見よったら恐ろしすぎるやろ。待って、どこだ。全然違う方向行きよったんやけど。正反対の方向行きよった。あっちやね。さーて、だしだし。あった、船。アリスちゃんはいつの間に戻ってきてるんだい。こういうところにきっちりきっちり船に乗って出発するでかすか。はい。で、ここから北に向かってどこに行けばいいんだい。あ、どこに行けばいいんだい。え、別にマークとか出てないんやけど。北？こっち？え、こっち？どう北に向かえばいいん？あの金色のやつは何？関係ないんかな？とりあえずまあ、どこかしらに。要は、光の柱が立っとるところがあればそこに行けばいいってことよね。じゃあそれにぶち当たるまで、ひたすら向かっていきますか。北に。あれか？ねえ、これじゃない？めちゃくちゃ光の柱立っとるけど。これかな？なんか意外と近かった。これかしら。海にそびえる光の柱がある。マーメイドハープを奏でますか？はい。アリナはマーメイドハープを使った。え？しかし何も反応がない。向かいの人魚は現れないようだ。別の場所ってことかな。どこに行けばいいんだよ、私は。途方に暮れたんですが。さあ、ここを抜け、え、これは？ここは？いや、でも、ここ、入れんしね。あ、こっちでいいみたいやね。反対方向に行きよったんや、私は。めっちゃご機嫌っすね。いい潮風だわ。さあ、ここを抜けたらいよいよ外界よ。気を引き締めていきましょう。何？誰？戦争の方から音がしたようだけど、何かしら。めちゃくちゃ食料を食いやるやつ。ちょっと様子を見てきてちょうだい。ね、アリスちゃんは何を見張ってたの一体、船の。めちゃくちゃ忍び込まれとんやない。ね、めっちゃ忍び込まれとるけど。助かった。神か。あ、神や。やめてよ、神の姿でそんな情けない感じの。みんなも連れてきたわよ。ここはもう自分からやってきてくれたんやね。あ、カミュちゃん。おお、カミュよ。やはり生きておったか。お主ならただでは転ばぬと思っとったよ。さすがカミュちゃん。でも本当によかったわ。一緒におるうちに記憶戻るかな。ね、
許してください。全然人格が違う。もう3日ものマスクワーズでこの船に食べ物が積まれるのが見えて、それでつい出来心で。アレスちゃん普段は立ってないんかな、あそこに。そろそろ来そうみたいなんで、あそこに待機しに行きよる。めっちゃビビっとる。一体どういうことだ、この男神ではないのか。あの俺の名前は多分神で合ってますけど、でもどうしてそれを。あなたたちもしかして俺のこと何か知ってるんですか。シルビアさんがめちゃくちゃ驚いた感じで固まってしまっとる。お主まさか記憶を失っておるのか。俺昔のことを思い出せないんです。気づいたら世界はひどいありさまだし、本当訳が分からなくて。でもここのメンバーと知り合う前ぐらいの相当昔のことは覚えてるってことかな。世界がひどいありさまになる前のことは覚えてるの。覚えてるのは自分の名前と何か大事なやらなくちゃいけないことがあったような、それくらいしか。ここなんで記憶なくなったんやっけ。誰に消されたんやった。こんなこと頼める義理ないですけど、もし俺のこと知ってるならあなたたちに同行させてくれませんか。いやそりゃもちろん、なんなら探しに行きよったしね神。特にあなたといれば何か思い出せそうで。盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。あ、なにこれ、あれ、一人称視点ってことこれ。あなたといればってめっちゃなんかカメラ目線で言われるけど、確かにわしらと行動を共にすればいずれ記憶もよみがえるかもしれんの。それに今の神ちゃんをこのまま放っておくのは危険だと思うの。ねえ連れて行きましょう。てかね、ありがとうございます。ここで連れて行かんって選択したらは邪魔にならないよ。頑張ります。海に掘り出すことになるけど、船の中やろこれ。神が再び仲間に加わった。そもそもあれを仲間集めしようやけん、最初から仲間にする気やろ。戦えるんかどうかしら。戦えるんこれ。すごいなよなよしとるけど絶対戦えんやろ。なんだかムズムズするわ。ベロニカちゃんが今のあなたを見たらきっと笑い転げるでしょうね。ってことはあとあの姉妹だけかな。そんなポカンとした顔して首をかしげるな。神っぽくない。白の入り江おりません。でさ、外界に出てきたけど結局どこに行けばいい。あの金のところかな、関係ないかな。全く関係ないかな。マップで見てずっと気になっとんやけど。あー寒そう。これよこれ、何これ、何よこれ。前はこんなのなかったはずだわ。これじゃあこの先に行けないわね。困ったの。行き先付近にはこの先には魔王討伐の手がかりが眠る聖地ラムダがあるというのに。今聖地ラムダに向かえる感じ。でもまだ仲間集まってない。海にそびえる光の柱がクレイモランの北にあったはずじゃ。それを目指して行ってるんだ私は。そこからクレイモランの入り江に行けないか試してみるのも良いかもしれんぞ。何か道が開けるかもしれぬからな。クレイモランどの辺なんやろ。寒そう。格好が寒そう。この首元あたりこんな雪の降る中ね、全然視界めちゃくちゃ悪いんやけど合っとる。ふーむ、全くわからねえ。とりあえず、あ、あれだね、これや、これこれ、光の柱。よし、来た。どう、お迎え来る。匂う、なんか別のものがお迎えに来たんやけど。命の匂いだ。
海から、お空から、海か、あ、こいつ回転王国破壊しに来たやつやん。この海にまだ命があったか。あ、じゃあ結局お迎えに来てくれるような人魚はもうおらんってこと。おや、貴様めっちゃでかいな。確か前に取り出したやつか。前のあれじゃあね、ちょっと大きさがよくわからんかったけど。まあよい、魔王様のためこの海には命一つ残さぬ。雑魚どもめ、こいつは海にしか入れない。海の底に沈む。陸にイラチまだいっぱいおるよ。あー、来た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 。うわー、まずいぞ。わしのグランドクロスも効かぬやつに一体どうやって攻撃すれば。グランドクロス効かんの、なにこれ。その光は。そうじゃ、勇者の力。何これ、ストーリー上でもやっつけてくれる感じ。それならめちゃくちゃ楽なんやけど。おお、いいね。なんだこれは。自分たちは関連してない、大丈夫。でかしたぞい。攻撃を弾く術さえ解けてしまえば、こんなやつ恐るるに足らんわ。なるほどね、そういうのを解除しただけで後の戦闘はちゃんとやらっていかんね。反撃開始じゃ。みんな勇者の後に続け。こしゃくのやつめ、よくもやりよったな。海の木屑にしてくれるわ。どうしよう、ポイン。破壊軍王ジャコラが現れた。よっしゃ、行くぞ。今なら奴にも攻撃が効くはずじゃ。お、攻撃力めっちゃ上がったやん。軍王は戦士や。これはもう私で子供めが決めれるのでは。海の底に沈み。やどうだ。まだそんなもんじゃダメか。さすがにダメか。今のバイキルト誰に使ったん。ボリウス。自分。ドラゴンギ。あ、さあ、ビルが良いぞ。やった。グレイグだけゴムついてレベルが低いよね。ここまで来るまでどれぐらいのレベルかかな。わからん。あ、あっという間にやっつけたね。私たちの勝ちよ。このジャコラ様が破れるはずな。それが残念、破れたんだな。あのイカズチ、まさか貴様は勇者。あ、その辺は把握してなかったんよね。ただ単に取り逃したやつぐらいの感じ。残念やったね。ウルノーナ様。勇者が復活を。聞こえとんかな、この最後の声。これでとりあえず海底王国のみんなの仇は討てたか。あ、オーブ。アユノはレッドオーブを取り戻した。あと何個だ。あんなやつ、勇者の力を取り戻した我が孫の敵ではないわ。これで海の脅威は去ったはずじゃ。さあ、先を急ごうぞ。このような魔物が二度と現れぬよう一刻も早くウルノーガを倒さねば。幸いにもウルノーガはまだお前を死んだものと思っているようじゃ。今のうちに奴を倒す手がかりを見つけるぞ。光の柱には入る。大会の守護者、勇者の力を存分に発揮し、破壊軍王ジャコラを倒した者に贈られる称号。あ、入るんかな。マーメイドハープ奏でます。お、いける。お迎え来た。
あ、これで中に入れるんや。なるほどね。そしてクレイモランへ。めっちゃ雪の街はどうした？大丈夫か？なんだこの感覚。どうして胸がざわつくんだ。早く男らしい髪に戻れ。なんかすごい違和感やけん。あれほどの大惨事の後じゃ、クレイモラン城もただでは済んでおるまい。王様はどうなるかな。シャール女王の安否を確かめたい。聖地ラムダへ向かう前にここクレイモランの城に入るぞ。あれは昔のか。皆の者は城下町の様子を見てきてくれんか。ん？どうしたカミュ、ひどい顔色じゃが。過ぎすぎて寒いんじゃない。 いえ、俺なら平気です。町の様子を見てくればいいんですよね。いや、無理するでない。記憶もない中、一人で動くのは心細かろう。お主もわしたちについてくれないよ。最終目的分からん状態でさ、町の様子を見に行ったところで、どこをどう見ていいかもわからんくね。お主らしくもない。気にするな。では、城に向かい、シャール殿に会うとするかの。なんかすごい、すごい悲しげな音楽が。ね、人っ子一人おらんような状況なんよね。あれはグレイグか、びっくりした。あれはマルティナ。なるほどね、もうすでに聞き込みを始めとるっていうことやね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、次回はまあぐるーっと城下町を見て回って、でお城、女王様を探しに行こう。